マックス・ミューラーはドイツの哲学者にして第二次世界大戦後に影響力のあったカトリックの知識人。フライブルク大学及びミュンヘン大学で教授として教弁を取った。フランスとの国境にほど近いバーデンビュルテンベルク州オフフェンブルク出身。1930年に大学を卒業しており、同年に共に卒業したのとしては哲学者にして 心理学者のマルティン・ホネッカーがいる。ミューラーは1937年にトマス・アクイナスの心理と理性に関する論文を仕上げている。この時期彼はカトリック青年運動に参加して、そこでマルティン・ハイデッカーの哲学から影響を受けており、このことが彼の相互素定の思想の形成につながった。ナチス政権時代にはミューラーはカトリック青年運動ともども反政府活動を 行った。ナチスの教育方針に反したため、ミューラーはハイデッカーによって解雇された。彼はカトリックの教師として活動した。第二次世界大戦後、ホネッカー亡き後には彼の生前のフライブルク大学での地位を継承した。大学での活動に加えてミューラーはフライブルクで社会的な問題にも取り組んだ。1960年にフライブルク大学から、 ミュンヘン大学に移り、1972年に、退官した後には再び、フライブルク大学へ戻り、客員教授として、哲学と進学を教えた。フライブルクにて没した。彼は主にホネッカー、エトムントフッサール、ハイデッカーから影響を受けたが、歴史学者のフリードリヒマイネッケ、神学者のロマーノ・グアルディーニからも影響を受けた。ミューラーは、古典的な刑事情学と共に、 フッサールの現象学やハイデカーの存在論も取り扱った。彼はそこから歴史的自由の哲学としてのメタ歴史学を発展させた。歴史という概念はそれぞれの時代で異なっているものだと彼は考えた。人の超越論的経験は業としての世界での社会的成功を通して相互想定のうちで生まれる。人々の間の個人的関係を伴った政治、 宗教、科学技術によって答えを出し、有意義な業績を上げるための手段が手に入れられる、とした。ありがとうございます。